リアルお話し会で結構早起きなので寝れないと困るので、見てもう学習したストローも用意した、でもちょっと長すぎるね。チルアウトってこんな炭酸強かったっけ？びっくりしたんだけど。炭酸だったっけ？大変、飲んだ後の口の中が大変かもこれ。うまい、うまい。しかもゼロカロリーってポイント高いね。サラちゃんの生誕祭でした。ありがとうございました。私清水サラちゃんのことサラちゃんって呼ぶし、サラピのことも吉田さんって呼んだりするけど、サラちゃんって呼ぶこと多いから今日ちょうどね、隣にサラピがいて、その奥にサラちゃんちょっと待って、清水サラちゃんがね並んでた時に、あ、そういえばサラちゃんなんとかって私言ったら両方がえってなって面白かったあ、ごめん、あ、ごめん、そちらのサラさんでしたって、全然狙ってなかったよ。そう。だけどやっぱり区別せんといけんね。やっぱり吉田さんは吉田さんに固定しようかな。山井さん星10個ありがとうございます。お疲れさんも星10個ありがとう。シャチさんめっちゃかわいい、ありがとう。うん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 、ほうほうほう、ほうほうほう、今みんなのアバターを見る会を一人で開いてた。個性が出て面白いね。今日は配信はちょっとだけになっちゃうんですけど、じゃあ私のこのチルが終わるぐらいに終わろうかな。ああ確かにだんだん今チルを感じてるあのちょっと脳にもやがかかってきた。またもやが今出現してきた。あ、そう、髪型ね、今日お団子にしてたんですよ。でももう今ほどいちゃった。すごくピンがいっぱいでちょっと痛かったので、もう公演終わってね、ほどいちゃった。普通に今はもう
まとめてるだけです。最近まとめる紙にはまりがちかも。でもそう、今日髪型がね、ゆきりかと同じで同じで、先にゆきりかがねもうしてたから、すごい私がね真似したみたいになっちゃった。確かこの前かな、この前のこの前かな、ちょっと前の公演も偶然髪型かぶってたからすごい私がゆきりか大好き大好きじゃんって言われて、いや違うからって合わせに行ったんじゃないからって言って、そう話してた。お疲れさん、似合う10個ありがとう、ありがとう。いや大好きよ大好きだけど真似したんじゃないっていう真似したんじゃないっていうことの違うからね。カズサさん、かわいい10個ありがとうございます、ありがとう。嗅覚分析の動画見たよって、そう見てくれた、STU の公式の YouTube の方に新たな企画が始動していて、その第1弾の動画が上がっております。見てくれたかしら。ナレーション良かったって嬉しい。ナレーションもね、初挑戦初挑戦してます。だからところどころに私の声が入ってると思う。ツナマヨさん、めちゃかわいい、ありがとうございます。今夜拝見しますね、すいませんまだですって、今日見ときますって。全然大丈夫、私もまだ見れてないお昼ぐらいに上がったので、私もちょっとバタバタしてて見れてないのでどこまで、どこぐらいまでやったんだろう。第3弾、3動画出るので、そう三部作なんかすごい作品、三部作。ナレーション良かったって嬉しい嬉しい、そんなそんなさ、ナレーションを褒めてもらえるとは思ってなかったので、そこのポイントを言ってもらえるとは思ってなかったので嬉しい。今なら言える、僕も見てませんだって。え、なんかちょっとちょっと見てない人多くないちょっと多ない、ヘロー、ハロー。
ちょっとね、うん、次の、うん、ちょっとまだ詳しくは言えないんですけど、見てほしい。ちょっと、次の動画が出るぐらいに、まあ、ちょっと何がとは言えないんですけど何がとは言えないんですけどね。そう、ちょっと新たなる展開があるかもしれないのカレーさん、くす玉ありがとうございます。ありがとう。パンパカパン。明日初めて会いに行きます、ドキドキって。藤井金さん、じゃあ覚えたから藤井金ですって教えてください。明日そう、お話し会ね、リアルお話し会、よろしくしょういちさん、めっちゃ可愛い、ありがとう。ね、楽しかった。あやめオーガニックさんに、熊本県に行かせていただいて、ちょっと前、いつ頃だろう、1月とかかなにさ、熊本でお仕事でしたみたいなこと話したりメールで送ったりしてたと思うんですけど、そう、こちらでした。初めては感動しますよってやめてよ、そんなハードルそんなハードルを作らないでよ明日もよろしくお願いします。明日はね、明日はとあるものを着てますとあるものを着てます、リコちゃんと。本物はめっちゃ可愛いからって、え、じゃあ私は私はあのあれなんだあの何かを通したらもう可愛くないんだ。のさやかりんは100倍可愛いですよ。だって、じゃあ今見てる私は100倍可愛くないってことかそういうことか。もうみんなの目を汚してるんだ私は。私なんか視界にも入れたくないってことか必須構文難しいな今必須構文やってみたんだけど難しい。今日リコちゃんがからすごい必須構文でね、ブワーって言われて、もう何の内容だったかも覚えてないんだけどすごいわーって言っててめっちゃうまかった。で、私は全然それを受けながらずっとメイクしてたんですけど普通にメイクをねずっと続けてたら、すごいダンスの先生が横にいて、たまたま聞いてて、すごいなんかまあなんだろう、びっくりされたというか、え、今のはリクチは
原田に言ってたんよねって言って原田ずっとメイク普通にしてるけどって言ってすごい上手かったな。そう捉えられちゃうのかってあ、ごめんね、あれね、褒め言葉として受け取らせていただきます褒め言葉として受け取らせていただきます。ありがとうございます。お疲れさん、星10個ありがとう。トンさん、え、ビタンさんだって。嘘だ、強炭酸ストローで飲んでるからかな。炭酸はでも最近は飲めるようになった。炭酸の美味しさに気づいた。公園の日とかいっぱい動いた日とかに飲む。昔あんまり得意じゃなかった。なんか飲んだらお腹が痛くなっちゃって、じゃあ私も今日はお風呂で。YouTube の動画見ようかな。なんかナレーションはすごいね、なんか明るめに言ってって言われたので声しかだけだから自分では普通に喋ってるって思ってもあんまり伝わらないから、大げさぐらい明るめに読むぐらいがちょうどいいよって言われたので、結構あ頑張って明るめにね言ってると思う頑張って明るく明るく言ってるよ。あれだ、どんなセリフ言ってたっけそうね、ちょっとハキハキ頑張ってます。この今ぐらいのトーンではそう話してます。どうしよう、今なんか炭酸これを飲むたびに炭酸にびっくりして、あのチル効果が来てるんだけど、炭酸によるびっくりによってなんか起こされてるかも目覚めさせられてるかもしれない。
サムともナレーションしたのってどうなんだろう。多分そんな、これは南部のナレーションですとか言われて撮ってないから。多分やってるね、2本目のとかも前回のダイジェストとか言ってるからそう、そんな感じ全部かな。前回のダイジェスト、普通のテンションで言ったら前回のダイジェストって噛んじゃった前回のダイジェストくらいなんですけど、ナレーション取るときってなったら前回のダイジェストぐらいでやってます多分それぐらいでやってると明るく言ってると思う。だからそういう、それも確かめてみてください。一話のどんなこと言ってたかな。そうね、確かに急にさ私が喋り出してびっくりしたかもね最初聞いて吹いたって、急になんか声が。嗅覚分析でなんかね、あんま言わない方がいいのかな、内容とか自分に合う香りを探してるという話。私このリップさ、すごいだいぶ昔に買ってさ、急に話変わるんですけどだいぶ昔に買って、いつ頃だろう、なんなら、いや STU は入ってたかな、もう2年前とか3年前とかそんぐらいに買って、でも私ずっとここ数年は私はイエベだ、パーソナルカラーイエベだって思って生きてきたから、このリップちょっと青み入ってるから、もう最近はずっと使ってなくてごめんね、めっちゃ話変わっちゃったよね全然使ってなくて、でもまた最近ちょっともしかしたらブルベかもってなって青み系も使ってるから今使ってるんだけど、すごいこれささやかって名前を入れてる私知らんかったんだけど、こんなの入れてたんだ、さやかって名前がさ彫られててさ、今ちょっとびっくりした、えなんかさやかって書いてない
全然気づいてなかった。さやか、すっかり忘れていた。いや、自分で買ったやつだからね、自分で入れたしか多分ないんだよね。うん、多分これネットで買ったから、オンラインのショップで買ったから多分あったんでしょうね、名前を入れれるみたいな。ね、プレゼントでさ、さやかってこう入れるならわかるけどさ、自分で入れてる、これびっくりした今。え、なんで入れたんだろう。うん、多分そういうサービスを見つけて、あ、入れようって思って入れたんだとは思う。けどもう昔すぎてすっかり忘れてて、ずっとこれ最近使ってたけど、今ここにちょうどさ、リップ落ちちゃったら塗ろうって思ってここに置いてたら、さやかって入ってて、びっくりしちゃった。なんかすごい今プレゼントを受け取った気持ちになった。2,3 年前の自分からのサプライズみたいな。サプライズを受けた気持ち、え、いいじゃん、ちょっとお気に入りになった。さらに過去からのプレゼント。やったね。私明日1時間目からお話し会させていただくんですけど、明日リコちゃんと合わせる日でさ、でもリコちゃん1時間目いないっぽくて、今日話してたらいないっぽいので、恥ずかしいって思って恥ずかしいって今思いに駆られてる。ちょっと一人でさ、一人でさ、めっちゃ、おーってなるかもしれん。二人だからさ、二人だったらこうやって一緒にわーっていけるけど、一人で、おーってなるかも。いや、恥ずかしい衣装とかじゃないよ、全然そんなんじゃないんだけど、そんな恥ずかしい衣装とかじゃないし、私も着たかった服なんだけど、いや、ちょっと1時間目は頑張ろう。ちょっとあのあれかも、色色彩強めかも。わかるかな、わかってほしいな、あの服だってわかってほしい。けどわからなかったらなんか、なんて思うんだろう、わからない人から見たら、なんかおーってなるか。ちょっとネタバレをしないように言ったら全然伝わら、想像つかんよね。すごい、そう、なんか、あ、すごい色味強いみたいな。じゃあ分からなかったら聞いてきて。とあるアニメに出てくる服とだけ言っておきます。
え、でもそのアニメ自体は多分もう全もうみんな知ってる みんな知ってると思う。分かりたいって、分かってほしい 楽しみだ。まあ、まあ、そんな感じでね。あんまりそわそわしない。ごめん。そんな感じで あ、そう、私今日さ、もう23時にはお風呂に入る計画立ててたから、そろそろ終わろうかな そろそろ終わろうかな。飲み切った。飲み切りました。チルできました。そう、今日は私の目標は、1時に寝る。いけるかな。23時に入ったら頑張って1時間で上がる。12時に上がるでしょ。7時間はいけるかな。まあ、上がるとしていろいろ準備して1時半にしよう 1時半に寝よう。1時でも早寝説って、1時とかもう早寝すぎて大革命よ あ、そう、あのさ嗅覚分析のさ、嗅覚で分析された結果でも私が夜型っていうことが見抜かれてて、びっくりしちゃった。そんなことまでわかるんだって そう、使わないけん今日もちょっと使ってから、いただいたもので、作っていただいたものを使ってから寝よう。香りをね。じゃあチルも終わったということで、誕生を読もうかしら。明日1時間目、オールのさやかりん そうね、もうあまりにも見るからに眠そうだったら、それはオールしてたということで では頑張って1時半までには寝るから。じゃあ明日も元気にお会いしましょうね。睡眠をとって。じゃあ誕生読ませていただきます。13位、くまたかさん。12位、ユージーさん。11位、デルピルロさん。10位、F 渋谷さん。9位、トッシーさん。8位、小野正さん。7位、ツナマヨさん。お疲れ。6位、IKKO さん。5位、ヤマイさん。4位、カズサさん。2位、ヨウちゃんさん。
位カズサさん、3位ヨーちゃんさん、2位ショウイチさん、そして1位お疲れさんです。ありがとうございました。パチ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 、ありがとう。そして明日大吉の方はアッキーサラ大好きマンさんです。おめでとうございます。今のさ読み間違いで思い出したけど、私さ今日原点です、間違えちゃってさ、ダンスうわーってなりながらやってた。さ一番最後という話でした。いやあれ、この間違いは初めてした。もう焦りに焦った。もう一回入なんかさ違う入りしちゃったからさ、あれ待ってこれどこだってなっちゃって気づかんかった、全く気づかんかった、なんとなく分かってたやっぱりって多分もう目に見えて私動揺してたかもしれない。ああってはい、でもめっちゃいい表情だったよって。いやすごい、原点ってさそんな笑わない感じでやっててさ、こうちょっと決めてやってるのにさ、最後にめっちゃめっちゃ間違えて、あっなんかちょっと申し訳ない思いでした。気をつけます。そう、 そう、もうあ、そんな感じでちょっとそういう話でした。ということで、じゃあ今日は終わります。今日も一日お疲れ様でした。じゃあまた明日お話し会よろしくお願いします。バイバーイ、おやすみなさい。バイバイバイ。じゃあみんな今から YouTube まだ見てない方見ましょう、一緒に。私もお風呂で見ます。おやすみなさい、バーイ。